大会も絶対大変やわ。できるくせすぐ返事返さないつもるし、俺もそういうとこあるし。まめにね、返信とか全然できへんねんな。わざとやってるわけじゃなくて、俺会社でもそれ怒られまくってたからね。メール返せなくて。できへんねん。なんか、溜めちゃうねん。すぐ返したいねんけどね。まめに返信できると強い。マジ LINE とかがそのパターンっすね。LINE？ LINE を開くのがたまにすごく嫌な時があって。なんで？あ、既読？かな、なんかすごい縛られてる感ありません、ね、俺、既読普 LINE 通につけて全然すぐ返さんかの。らな。なんか聞かれたら絵文字だけ返して後で返すとかやるわ。とりあえず見たわ。いや、見そったちなのら方が返かせな。よって思うけどな。せ まあ、返せよってそうなんすけどね。分かってるんだけどね。確信犯じゃんじゃん。仕事のメール返すのになんかね、MP 使うからね。確認して、後ほど返信しますが便利やねんな。あ、それめっちゃ使う。めっちゃ使う。とりあえず弾投げとくっていうか。まあ、めっちゃ使とうぞ。でしょ？りあえず弾投げるの大事やねんな。まずメール返して、そっから自分の仕事をやるが一番いいって分かってはいる。マネージャー欲しなるよな。わ かるなぁ。マジでマネージャー欲しいわ。事務所のメールとかもね、全然返せへんから。返しといてって。あと、源泉徴収もやっといてって私とジョンさんが仕事に困ったらルーさんに雇ってもらおう。雇ってもらう。もうその気でおる。全然やる。で、何ヶ月後にルー逮捕。脱税の罪でルー逮捕。ちゃんとこいつ払っら仕事てるしてもん。ねえ。全然俺暑い中、なんかクーラーなくて大丈夫俺。俺にうちわを仰ぐ仕事。全然やりまパす。タパタパタパタ。守るぞ。